おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今日はちょっとパクリなんですけれども、はい、ちょっとお話しします、ね、コツコツっていう字、コツコツ物事やる、はい、分かる、はいね、はい、語源は何だと思う？コツ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 で、ね、ボケてくれて、はい、さっき話したんだけど、はい、どうも 10% のことを割りっていうね、はい、まあこれ10分の1か、100分の1ことは分で、1000分の1が理、はい、万分の1が、これが何だったっけな、もうですね、はい、10万分の1が死で、はい、100万分の1がようやくこれで、これがコツ、あ、うん、で、はい、コツコツっていう字はこう書くらしい、コツコツ、はいはい、すごいね。でコツコツやるってことは、はい、もう全くこのほとんどミクロじゃないよ、ミクロどころじゃない、はい、ものすごい、はい、まあほとんどホコリというか微生物ぐらいの世界をこう積み上げるってことだ、はい、うん、いうこと語源、はい、以上です、はい、ありがとうございます。